コンビニ社労士、安さやかの、ウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。さて、11月13日、あっという間に今月も中旬になってまいりました。皆様、お元気でしょうか本日も1時間どうぞお付き合いください。 さて今新型コロナウイルス第三波と言われていて、この感染拡大がまたかなり加速している状況になっています。皆様の地域はいかがでしょうか。私が住んでいる東京でも、まあ四百人近い感染者の方、まあ感染者というか陽性の方ですねの方が発表されていて、でまた北海道が今。 とても心配な状況ですね。まあ、この約10ヶ月ぐらいの中で、まあ、あまり重症化しない人もいる、軽症の方や無症状の方もいるというような報告がされているとはいえ、まだまだ完全な正体がわからないという中で、 感染して感染症になっているからこういう状況になっているんだと思うんですけどもしかしたら確かに無症状って言われると自分自身もかかっているかもしれないわけですよねと考えた時にあんまりやっぱり羽目を外すということはできないなということを思いますただ一方であんまりその必要以上に 怖がりすぎるというのは、かえって気持ちの上で精神的にあまり健康的ではないのかなというふうにも思います。ですので、まあこれはなかなか人の視点なので難しいとは思うんですけれど、どうやったら元気に過ごせるか、毎日元気に過ごせるかっていうことに重点を置いて、感染予防の対策を自らそれぞれが行っていくことというのが、 一番健康的に乗り越えられるやり方じゃないかななんて思っていますただ、まあ、重症者の方も増えてきているということで実際にお亡くなりになった方もいらっしゃるということですので,で本当に皆様油断はなさらないようにお気をつけいただきたいと思いますある程度予測はされていた流れとはいえやっぱりそのスペースはかなり早いような気も し、ていますしまだインフルエンザがどうこうという話は、クローズアップはされていないものの、まあ、確実にかかっている方は出てきているようです。まあ、厚生労働省のホームページで、その、罹患者の表が出てましたけど、まあ、それを見てもゼロではないんですよね、やっぱり。なので、まあ、ここの11月から、そのインフルエンザも流行り始めると言われていますので、皆様、それぞれお気をつけいただきたいなと思います。 さてこの番組は「ウィークリーコンビニラジオ」という番組ですのでコンビニ業界に関わるニュースまたコンビニ経営者の方や店長さんスタッフさんそしてコンビニが大好きなユーザーの皆様があなるほど役に立つなと思っていただける情報をお伝えする番組です。 皆様からのご意見、ご感想、ご要望をお待ちしております。FM 技能ワンのメールアドレスは7 9 7 a t f m g u i n o n c o m もしくは私、コンビニシャローし、安さやかのツイッターを検索、フォローいただき、そちらに書き込んでいただきますか。もしくは、匿名の質問箱。もしくは、コンクリ株式会社のホームページからお問い合わせ欄使っていただいて、ご意見、ご要望、ご感想などなどお聞かせください。 さて、この番組は、三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム、絆アルファでおなじみ、株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。さてさて、私、コンビニ社労士という肩書きを掲げてですね、お仕事させていただいております。ですので、コンビニ業界に関係している方との接触が非常に多いわけなんですけども、 中でも一番多いのはオーナーさんかなコンビニのオーナーさん。特に三大チェーンと呼ばれる各社のオーナーさんとの接点といいますか、お付き合いがありますで。またその他にもコンビニオーナーさん、あるいは本部の社員を支えるような方々、専門家の方々とのつながりもあります。でこの前ですね、 あるオーナーさんとあるオーナーさん、それぞれチェーンの名前が違うオーナーさんなんですけど、この二方をですね、おつなぎしてみました。で、どちらのオーナーさんもすっごく優秀な経営者の方なんですよ。もう本当にその事業に対する思いももちろんですし、そこで働く店長さんやスタッフさんに対する思い、育成しようという心意気、 もうですね素晴らしいなと思いますしやっぱりそのコンビニを経営としてしっかり捉えている事業として捉えているという非常に素晴らしい視点を持った方々でした。でともすればねあの私もコンビニ本部にいて様々なオーナーさんや店長さんとお会いしてきたんですけどやっぱりねその自分の事業を 事業として捉えられるという方と、まあ、単純に仕事として捉えている方と結構二極化されるんですよ,でよくその本部対、まあ、加盟店の関係性をお話しされる方専門家の方でもいらっしゃいますけど関係性って共存共栄と呼ばれる、まあ、対等な関係だっていうのがフランチャイズビジネスの根幹なんですけど。 本当にそのお二方は対等な関係性を持っている方なんですよね、本部の人たちと。例えばこういうことをやるので、本部側もこうしてくださいねっていうような交渉ができるわけです。これもちろん、オーナーさんがその各チェーンのフランチャイズ契約、フランチャイズビジネスの特性を理解した上で、 で、実際に目標として、例えば本部が掲げているものとか、その、新しい機械をね、導入するってなった時に、まあ、それをどういうふうに活かしていくかっていうところも、ちゃんと達成していく、活用していくっていうことをしっかりとされた上で、で、例えば、もっとここがこういうふうになれば、それこそお客様にとっても、まあ、スタッフさんにとっても、 あのお互いがウィンウィンになるよっていうようなことをですね、本部の方に伝えていく。これは決して単なる愚痴とか、その依頼とかじゃなくて、こういうふうにしていけば、もっとこの数字が達成できると思うっていう、ちゃんと仮説を立てた状態で交渉に当たっているお二人なので、非常にですね、お互いがお互いにこう刺激を与え合っていて、で、また、 まあ、チェーンがねちょっと違うので実際にやっていることとやっていないことがそれぞれお二方とも違っていてあそれやりたいなとかそれだったらうちでも取り入れられそうだなとかこれ他のオーナーに言ってみようとかそういう活発な議論が展開されていたのがとても印象的でしたで私が目指しているといいますかあの描いている世界というのはまさにこういう状況で 言い方は悪いんですけどお互いのねその傷というか、まあ、あまりちょっと言い方は良くないんですけど、まあ、それを慰め合うというかそういうのだとどうしても負のエネルギーになってしまうのかなという気がしていてでそれがやっぱりプラスに転じることによるプラスのパワーってものすごく大きいと思うんですよ。で例えばそれが例えばですよ ととてても刺激的なな前向きな取り組みだとしてでそれを聞いたオーナーさんがあうちには無理だと思ったらもうそれで終わりだと思うんですよね。でもあその中でもこのやり方だったらできるかもしれないな。例えばセルフレジっていうものが、まあ、この去年から今年にかけて本格的に各チェーンに導入され始めていますけど、まあ、そのセルフレジの使用率お客様が使う 確率を上げていくための取り組みっていうのを聞いたときに、あうちでもそのやり方だったらできるなというふうに捉えて、一つでも前向きな行動をとっていく、そしてそれが成果に結びついたときに、働く人たちやオーナーさん自身のモチベーションにつながるということは、まあ、やっぱり可能性としてあるんじゃないかなって思うんですよね。っていうことを、まあ、ぜひ捉えて、 なんか各オーナーさんとか店長さんに取り組んでいただけるそんな時代にしていきたいなっていうのが私自身の思いでもありますなので否定的な意見とかまあ本部への愚痴とかねそういうことももちろん聞きますし、まあ、実際に言っている方とのつながりもありますうんでそれが悪いとは思わないです実際にやっぱり一生懸命毎日の 仕事をされていていその結果として出てくる感情ですからそれについて例えばいいとか悪いとか正しいとか間違ってるとかそういうことを言うようなことはないと、うん、ないというか、まあ、そ,うそういうことじゃないと思うんですよねでもなんでしょうね自分で選んだ道なわけでそれを最大限生かすってとっても大事なことだと思うんですよ 私は交流会の、まあ、BNI という世界的な交流団体、組織、マーケティング組織に所属をして7年間、まあ、その一メンバーとして活動をしているわけなんですけど、まあ、その BNI というのもフランチャイズなんですよね、言ってみれば。で、そこに加盟をして、そして、まあ、その中のノウハウを使わせていただいている、そして自分のビジネスに転嫁させて成果を上げていくっていう。 まあある意味プログラムのようなものなんですけど、まあ、それをね、こう活用したらすぐに成果が出るかっていうとそういうことはなくて、実際にはいろんな人間関係の構築とか、 信頼関係を作っていくお互いに作っていくとか時間をかけてお互いを知っていく、まあ、同じ活用している人たち同士のミーティングを開いてお互いのビジネスやキャラクターを理解していく動きとか、まあ、そういったことがですねとても重要なわけですあるいはエデュケーションといいますかその正しく活用するためのトレーニングプログラムというのもあってそれを しっかりと学んだ上で実践に移していくっていうこと。で、これらを本当に活用していく前向きに捉えて、もちろん自分なりに一部アレンジしながらやっていくこともあるんですけど、それを続けていくことによって、今まで想像しえなかった新しいビジネス展開や、今まで一人だったら絶対に会えなかった人との新しい関係構築などが実現していくんですよ。で、これがちょっとやっただけで、で、 まあ、例えばね、ろくに活用もしないで、成果が出ないからやめるとかって言ってですね。で、あれやめた方がいいよ、成果出ないしって、例えば全く関係のない人や、これから活用とし,しようとしている人に対して話をしたとしましょう。これって、とっても負のエネルギーじゃないですか。でもしかしたらその人が活用していたら、めちゃくちゃ成果が出たかもしれない可能性を潰しかけるっていうことにもなりかねない。って考えたときに、その、 負の、ね、感情って湧き出やすいですし話もしやすいですし、まあ、同調同情できる方、まあ、もちろん共感できる方もいらっしゃると思うんですけどでもそこを言ってしまったらね何でしょうねお互いがその例えば2人だけでその話をしてねでそうは言っても、まあ、やっていくしかないよね頑張っていこうっていうふうに最後に前向きな気持ちに転換できれば いいんでしょうけど結局なんかお互いが慰め合ってうん大変だよねうんそうだね終わりみたいになってしまったとしたらとってももったいないなって思うんですよね。ほんとこれはコンビニの経営に限った話では全くないので何かその既存のものを使わせていただく活用させていただくというシチュエーションの時に目いっぱい活用するぞと。 むしろなんならこれをめちゃめちゃ使いこなして爆発的な成果を上げていくぞって、もう信じて確信してやっていくっていうことが最終的な成果を生み出すっていうことにつながるんじゃないかなと考えた時に、あんまりね、その、まあ、マイナスの話っていうのはおすすめしないなっていうことをですね、改めて思ったんです。 話を元に戻すとその2つの違うチェーンのとっても前向きでアグレッシブなオーナーさんお二方とのですね話はもうめちゃくちゃ私自身も勉強になりました直接的に私が使えるかっていうと私は違う仕事してますからなかなかね難しいところはあるんですけどでもマインドは本当に直で聞いていてよかったなって思うくらい様々な気づきがありましたね 前向きな気持ち今お話ししてきたようなその活用する活用しまくると使いこなすとこちらがそのコンビニの系だったらコンビニの経営を軸に新たなさまざまなビジネス展開を構築していくというようなそのやり方っていうのはアレンジの仕方っていうのはものすごく自分の仕事にほんとつながるなってことを思いました。 まあ社労士という仕事をしてますけど、社労士も本当に限定的な仕事なんですよね。法律でカバーされているとはいえ、まあ、それだけやっていても今全然差別化できないですし、強みを打ち出すっていうことはなかなか難しいわけです。そこで自分の軸というものをしっかりと持った上で、そこで初めてこう資格を活かしていくっていう流れ。まあ、これを取っていくことによって、最終的に 社労士らしからぬというとあれですけど、あのエッジの立った、まあ、インパクトをあの多くの方や関係する方々に感じていただけるっていうのがあるんですよね。まあ、それはもう本当に私自身が7年間、まだまだ7年間だけですし、まあ私も進みが遅いので、あの活用しきれてるとは言い切れない部分もあるんですけど、でもその7年間活用してきて、 そして、まあ、コンビニ、社労士といえば安さんだというふうに言っていただける人が増えてきたっていうのは、本当にありがたいことだなと思っています。それはやっぱり私が信じて疑わなかった、どんなことを言われようとも、私の道は私が確信を持って活用してきたということが、今の成果に結びついているのかなと思うと、本当にやってきてよかったなって思います。だかからねなんか 私自身が結構前向きなキャラクターということもありましてこれを多くの人に伝えていきたいですし多くの人になんか前向きなあの後ろ向きが悪いって言ってるんじゃないですよ前向きな,なんかそのオーラっていうと自分で言うとあれですけど、まあ、それを伝えていけたらなって共感してもらえるように私も動いていこうというふうに思いました。 ちょっと取り留めのない話にはなってしまいましたけどコンビニオーナーさんってやっぱすごいなってことを改めて感じた瞬間でもありました、まあ、またこういう動きはこれからもさまざまなオーナーさんに対してあのご希望があればですねなんかマッチングって言うとちょっとおこがましいんですけどあのお手伝いさせていただきたいなって思ってます、まあ、やっぱりね異業種もそうなんですけど同業者の意見とか同業者の活動っていうのも本当にためになるなと思いますのでぜひぜひ やっていただきたいなと思ってますので皆さんよろしくお願いいたしますココンンビビニニーー安のウィークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど、PR しませんか。お問い合わせは、レイ四五六七レイ七六四レイ。ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノわンの楽しみ方がきっと見つかるギノわンヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい そんな願いを叶えます電話番号は安心・事前のご相談は葬儀社新華へ「ムービンムー,ービンムービンムービン」引っ越しするならムービン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 県内県外ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄引っ越しセンター」「0120497755」

ではここからは、経営コンサルタントの高橋秀樹さんにお登場いただきます。秀樹さん、こんばんは。はい、こんばんは、高橋秀樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さて、今日は何の話からいこうかなうん。先週、大阪に行かれてたんですか、うん、ああ、はい、そうですうん。どちらまで大阪のええ。大阪, <A> 大阪の難波に泊まってたんですけど。お それ以外だと、うん、まあもちろん北側もちょっと行きましたし、うん、あと南側、うんうん、泉市とか、はいはい、あの辺りですね、リンク辺りに一瞬ですけど、ど行きました。うん、大阪、どうでしたかそのちょうど先週ね、住民投票があった時期だったと思うんですけど。はい。あの時ですね、街を歩いてたんですけど、でも、 ほとんどの人が投票を終えてなのか、これからなのかわかんないんですけど、普通に街は人でいいっぱいでしたよでも、なんか、いわゆる選挙カーみたいなのを大声でアナウンスするあの車が、なんかやっぱり、都構想がどうのこうのっていう話をですね、すごいしてました。ね、あの大阪だとテレビはもう朝から晩まで、あのその期間はね、その大阪都構想の話ばかりだったらしいですけどもね。 そうですね。うん。まあ、これはやっぱり、結果的にはね、あの、大阪と構想っていうのは否決されて、まあ、僅差ですけどね、1万票ぐらいの差ですかね。はい、大阪市は、まあ、存続するみたいな。もともとは大阪市が大阪府に吸収されて、特別区に分かれてみたいな話だったんで、まあ、私も、あのー、今、大阪に住んでるわけじゃないんですけど、すごく注目してまして、と、はい、いうのは、今、横浜に住んでるんですけども、はい、横浜も同じようなことがあってですね、 えー、神奈川県と横浜市ということで、横浜市でもう、えー、900万人ぐらいいますから、うんうん、でその横浜市の、まあ、強力な財源と、それから神奈川県の中でどうなっていくのかみたいなことをすごく注目したんですね。はい、で今、横浜何が起こってるかというとですね、あの横浜の市長さんが林さんという市長さんなんですけど、女性の方なんですけど、はいえっと、カジノを横浜に作るっていうあの話をしてて、 その横浜市長のリコールの署名活動みたいなことがですね、結構あちこちの駅で行われてるんですね。カジノがいらないみたいな。はい。うん、で、やっぱりあのー、その地区都市をですね、どう発展させていくかっていうことでいくと、その行政の長の方ですね、その方のまあ力量だったり手腕が問われてて、その市長さんの力がもっと出てったらいいなとい、個人的にはね、思うんですよね。 はい、あの香港とかシンガポールとか、ああいうところとですね、やっぱりこう、まあ、越していく魅力のあるです、ね、都市を作っていかないといけないけど、全国同じような都市ばかりだと面白くないわけですよね。だからそういう,です、ね、こう力のある人たちがもっと出てきたらいいなと個人的に思ってて、まあ、あの大阪都構想も注目はしてたんですけどね。 はいうん、やっぱり変わりたくないという思いもあるし将来どうなるか分かんないとかねあのいい方に行けばいいんだけど悪い方に行く可能性だってもちろんあるわけですから、うん、そこはすごく気になる結果でしたよね。あれはなんか結構大阪の人にいろいろ話をちょっと聞いてみたんですけどそれがもし都構想がもしまあ可決されてじゃあやるぞって話になった時の,そのメリットとあとデメリットって何なんだろうっていうのが、うん、いまいちよく分かんなかった。 たんですよねってててことを言われてる方いやっぱりそのピンとこないというか、うん、すること自体に何か絶対的な反対があるかっていうとそうでもないんだけどでも今と何が変わってどういうふうに影響が自分たちの生活にあるのっていうのがちょっとよくわからないなっていう方は結構多かったんですよ。うん、だからなんかいろんな多分主張をされてたとは思うんですよね。そのうん、うん 政治家の方々もされてたと思うんですけど、やっぱりなんか、そのいろんな人に、多くの人に物事を伝えていくことのなんか難しさじゃないですけど、やっぱりなかなかこう言い続けても、なかなかこう芯まで伝わりにくいっていうのもあるのかななんて思ったりしてました、ね、まあそうですよね、なんか、例えば目標達成とかも同じですけど、現状から変えたいとか、なんかあるとき、強烈なモチベーションが起きたりとかしますよね。うん これじゃいけないとか、あもっとよくしたいとか、あると思うんですけど、今回の場合は、あのー、大阪維新の会の政権がずっと長かったんで、はい、これでみんないいやと思ってるわけですよね。うんうん、だからそこが、あのー、まあいいやと思ってるのに、あえて変える必要あるのかってなってしまうわけで、この悪い状態だったらですね、はい、もうなんとかみんなで変えようっていうエネルギーが働くのかもしれないですよね。確かに うん、それがあのアメリカの、ねえー、トランプバイデンの,この戦いを非常にまれも接戦だっていうふうにずっとこう言われ続けてきてたわけですけど勝利宣言も飛び出してますけどなんでしょう、ね、やっぱりこのままじゃいけないなって思って確かトランプさんが大統領になる時もそういう確か。 流れががあったよような気すするんでもう一回自分たちのアイデンティティーを取り戻すんだみたいな、うん、なんか、半ばちょっと負にも近いようなオーラというか、みんなの,そのモチベーションが行動に表れたっていうのはあるのかなと思いますけどそうですよね、だから強いアメリカを作ろう、取り戻そうみたいなね、空気があって、まあ、ああいうリーダーシップ像に憧れたっていうのもあるのかもしれませんね。そうですねはい、はい またねバイデンさん、バイデンさんで全く違うリーダーシップを取る方ですからね。しかし77歳ですよ、あの方ね。任期4年間で81歳ですよね。<laughs> いや、の元気でというか、まああの、トランプさんも70代ですから、そういう意味でいくと、はいはい、高齢、高齢と言っていいのかどうかあれですけどね。<laughs> はい、まあ、そうですね、やっぱり国のトップを担う人が。 70代の後半から80代っていうのもなかなかすごいチャレンジだなと思いますけど、ね、なかなかですよねもうその息子さん世代ぐらいまでにこう本来は若返っていかないといけないんじゃないかなというね,うねまあそれはよその国のことですからそうなんですけどねうまあでもそれは日本でも割と同じことが言われてたりもしますけどね、うん、こう若返りが必要なんじゃないかとか。 新しい考えを取り入れるためにあらゆる世代の人がもっと関わった方がいいんじゃないかとかなんかなかなか難しいんですけどねまあリーダーってやっぱりそうですよね国家もそうですし、まあ、企業もあるいはなんか、えー、チームだったりねはい、えー、それからあの、えー、まあ利害関係のないようなあの、まあ、組織もあるかもしれません町内会とかね、はい、そういうようなところでもやっぱりそこに立つその 会長さんだだだっっって言われる人人たたりりトップの人だったり、まあ、そういったとリーダーの役割っていうのは非常に大事ですよね。やっぱりいないとその組織がまとまらないですし、うん、まあやっぱりなんか方向性を示すのがリーダーだとすればうん、うん、その方向性があるのとないのとでもまた全く結果が違ってきますしね。やっぱり目標のない行動っていうのは一番一番なんか どうしたらいいか分からなくなる、みんなが迷うっていうことにもなるので、うん、ちなみに、やすさんはあの50名ぐらいの経営者の会の今、はい、リーダーやってますよね、プレジデントそうですね、ねプレジデントというのね、なんかぎょぎょしい名前ですけど、リーダーシップの一人としてですね、役割を担ってますね。どういうあのことをお考えになって、運営されてるんですか、はい そうですね私が一番これ半年間の10月から来年の3月までという任期があるんですけど、うんうん、その中で一番目指していきたいことはみんなの富の総量を上げること、うんうん、つまり売り上げをもっともっとアップさせていくっていうことですね、うん、狙った目標通りあるいはそれ以上に達成をしていくっていうことを、うん、みんなでけ体験というか経験して。うんうん さらに強くなっていくっていうことをやっていきたいって言ってます。んか今、ま、本当五54人ぐらいの経営者の方がいて、うんうん、みんな生い立ちも年代もやっていることもみんなバラバラなんですよね。うんうん、っていう中で一つの目的に向かって一緒に前に向いて進んでいくっていうことを考えたときに。うんうんうん みんなの共通の課題とかみんなの共通の目標って何だろうって思ったらやっぱり売上を上げをることとだなと思ったんですよ、うん、これはもうその経営者の会自体に加入というかメンバーとして何、うん、ですか登録費とか年会費を払ってよしやるぞってやる人はみんな売り上げを上げるために来てるのでそこがやっぱり一つの大きな目標かなって思ったんです。 今の経営者の会っていうのは、あれですね。あの、BNI という、まあ、マーケティング組織で、えー、そこは、あの、え、親睦会とか、ああ、社会貢献の会というよりは、あの、みんなで、えー、お互い紹介して、ビジネスを発展させようという、そういう会なんですよね。はい。っていうことですね。なので、みんなの共通の目標を売り上げ上げるっていう、それを達成しようぜっていうことですよね。はい、みんなまとまってるんですかそういう意味では。 そうです、ね、なんかまとまってるところもあるけれどもまだやっぱり完全なまとまりにはなってないような気がしててもう私がこの回に入って見えないに入って7年経つんですけど、うん、7年間来て今本当にすごくいい状態だとは思うんですよ、ねうん、メンバーも増えて有力な方たちが増えて、うん、とてもみんな前向きに。 取り組もうという意識ではやってくださってるなーって感じるんですけど、はいうん、なんかもう,もうあと一歩まとまれないかなーって思ってます。おを<ー>、はい、言ったらいたいんですかね、うんはい、決して悪い,ままい悪いわけじゃないんですよ。そううん、悪いわけじゃないんですけど、うん、なんかもっと殻破れないかなっていう感じですね。あ<ー>一皮むけたら、らね、そう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 。 なんかもっとみんな爆心するんじゃないかなっていう期待値はすごく感じるんですよ。でもその期待値をどう形にするかっていうところでうん、うん、まだまあ1ヶ月経ったところではあるんですけどうん、うん、でも、ね、あともう残り5ヶ月しかないのでうん、うん、この5ヶ月間でどこまでその爆心体制作れるんだろうと思ってそこがですねちょっとまだもどかしいというか。 なるほど。なるほど。はい。うん。ちょっとうまく話せなくてあれなんですけど。<laughs> まあ、やっぱり、あの、それはありますよね。あの、うん、そういうことはね。はい、あのそ、組織まとめるっていろんな方がいるんで、まあ、あの、うん、難しいさもあるんですけど、まあ、よく登山に例えられますよね。はい。チームでこう、登山を目指す、一人で登るっていうよりも、チームでいろんな役割の人がいて、 共通の目標に向かっていいくとなるほど、うん、でそこの頂上に到達するんだという共通の目標をまずないといけないし、うん、でそのどんな山を登るんだということですよね。東京でいうと高尾山のような、まあ、ピクニック気分で登れるような、うん、スニーカーで登れる山なのか、はい、富士山なのか、はい、またまたエベレストなのかで変わりますもんね。うん、確かに、うん 用意すするものもの違いますし、ね、そういうことです。装備も違うし、体力も違うし、ねはい、それからえー、高度順応したりとかですね、準備も関わってきますよね。そうですね。うん、で、高みを望むのであれば、高みを望むということをですね。みんなに言っていろんな、えー、役割を作ってやっていかないといけないし、うん、で、登山よく例えられるのはですね。はい、チームで登っていくときに、うん、遅い人に合わせるんですね、ペースをああ、はい。 集団でまあ一列縦一列になって登っていくんですけどその前の人が早すぎて後ろの人が遅くなっていくとですね体がすごく長くなって遭難するリスクがあるわけですよね。あだからあの、えー、一番前は熟練した人が登り2番目のところあるいは3番目のところに、まあ、あの初心者だったりちょっと体力に自信ない人だったりっていうのがいらっしゃるわけですね。 で一番最後の、えー、列の最後に、えー、またこれ熟練された方がいらっしゃると、うん、でその、えー、お互いの感覚ペースを乱さずに同じペースで上がっていくというのが大事なわけですよね、うん、ああそっかそっかペースメーカー的な存在でありあとは、まあ、みんなで助け合えるそうですね後ろ、えー、の人は全体を見れるわけです、うん、前の人は前をこう進行していくというかね引っ張っていくという感じです、はい なので、ここで言う大事なことはですね、弱い人、遅い人が一人いると、それに合わせないといけなくなるということなんですね。そのペースに合わさざるを得ないということですね。これはよく言う、ボトルネックと言われるものなんですけど、工場とかでもですね、一個あたり生産,生産ラインが組まれて、ものはえ製造されるのに、ベルトコンベアが流れていっていくときに、 とか一箇所だけ何か遅いものがあったりとか、できないものがあったりとか、こう、不良があったりとかすると、全体が止まってしまうんですね。遅くなってしまうと。はい。はい。だから、うん、例えば、それ以外のところはうまくいってても、そこが、えー、悪かったらそこで止まってくるって話ですね。これボトルネックって言います。うん、あの、高速道路でもそうなんですよね。はい。はい。透明高速とかでもそうなんですけど、あの、いつも同じところで渋滞を、 ししててまうっていうっいのはそれなんですよねそこでスピードが出なかったりとかして、うん、そこからみんながブレーキを踏んで後ろの方までぐわっと渋滞してしまうという。はい、で話を登山に戻すとですねそうするとそのチームの中で遅い人とか,なんかできない人がいると全体の組織そこに合わさざるを得なくなってくるわけです。うん、なので全体のその前にその熟練するような練習をするとか。 トレーニンああなるほどな。えー、そういうことか。なので特にそのまああのいろいろテレビなんか見てて私もよく思うんですけどエベレストとかああいうところ、うん、あの登る人たちって準備はもちろんするんだけど、うん、それでもやっぱ高山病になったりとか、うん、頭が痛くなったりとか熟練の方もね、うんはい、そういう方って下山しますよね。しますね。本人とうん、うん、そのチームのキャプテンの判断でね。 な,なぜならば、そのチームが目標に到達するのに、その人が、えー、邪魔をしてしまう可能性もあるし、その人に命も関わる。その人、命だけじゃなくて、全体にも影響してしまう、遭難してしまうリスクがあると、うん、いうことなんですよね。うん、だから強いチームを作るってことは、そういうことなんだろうなと。ああ、なるほどな。はい。あの、人を排除するということを言いたいんじゃなくて、そういう、えー、みんなでチーム、だから、あれなんですよ、その、登山する、 長女まで行く人だけが全てっていうことじゃなくて、この、うん、えー、ベースキャンプで守ったりとか、天候予測したりとか、無線で指示したりとか、うん、そこまで途中途中で食料運んだりとかっていう方も一定のチームなんですよね。はい。それも含めて、<う>えー、達成、目標を達成するっていうチーム。うん。だからその時に今、今、えー、よくよろしくない方も含めてですね、状況良くない方も含めてのチームということですから、それをちゃんと判断できるのが、 リーダーダですよねそれをなんかこう、えー、女王だったりとかあの人かわいそうだからとかっていうことでやってしまってると、うん、全体の目標が達成できないというこういうことにもそうなるんです。だからなんかそのじゃ例えば登山にしても初めて山登りますっていう人はよく何を揃えたらいいか分かんないとか何に気をつけたらいいか分かんないっていうのはあるじゃないですか。うん そういう人は確かにトレーニングを受けるとかあと先輩からきっちり教わるとかそういうふうにやっていくことで同じスタートラインに立てる可能性はあるのかなと思うんですけど、うん、なんかやっぱり途中でその目標を見失ってしまったりとか途中でモチベーションが下がってしまってそれでなんかどう,どうななんていうんですかねこう動くに動けなくなるというか。 結構頑張ってきたんだけどもあもうダメかもしれないみたいな時の人 <laughs> っていうのがやっぱり組織でもこう出てくるなっていうのがなんかこの2ヶ月ぐらいでも感じられていて、うん、でそういう人に対しての、うん、やっぱりアプローチっていつも悩むんですよね、うんうんま、簡単に登山とかの話であれば簡単に下山させることはできるかもしれないけど。 じゃあ本当にその選択肢でいいのかって、そのなんか早まりすぎてないかなとか、なんかそういうところもですね、結構、はすごく早い判断を求められるんだけども、慎重に対応しないといけないっていう面も側面もあって、なんか、すごくやりがいがある分、難しいなと思うこともあるんです。私の今の,あの話でいくとあの 下山させるってことは首っていうかわけじゃなくて、その、その本人のためにも、チームのためにも必要なことなんですよね。うん、なので、企業で言うと配置転換だったりとかですね。うん、あの、一時的にちょっとこっちで待機してもらったりとか、違うことをやってもらったりとかしながら、うん、あの、スキルとマインドを整えていただくっていうことも大事なわけですね。うん、だからみ、常にあの前向いて走れっていうだけでは、あうまくいかないということになるわけですね。うん でその人の適性だったりその時のタイミングだったりっていうのがあるのでその,その時々で役割を演じていただくということは大事だと思うんですよね、うん、はい、うん、野球とかでもそのレギュラーじゃないけどもベンチで温っためたりとかベンチ入りもできないけども、うん、外野で大きな声出して応援したりとか準備ねあのやったりとかする方がいてこそ成り立つわけですよねうん、うんうん、それの一つ一つ含めてのチームだよというのは、うん 監督だったり、リーダーだったり、な、こう。伝えないといけないし。見えないところで頑張ってくれてる、やってくれる人たちこそです、ね。まあ。承認したり、たえたりということが大事なんだろうなと。思いますよね。そうですね,ね。あの、やってる人。とかって。その、組織の中でも、例えば。自分でこういう役割が自分には合ってるなって言って。 何か前向きに取り組んでくださってる方って、うん、あんまりその中にはこう自分で主張しない方も多くいるわけですよね、うん、人知れずやっているとか、うん、続けているとか、うん、なんかそういったことにもどちらかというとこう目を配れる、うん、なんか立ち位置でいたいなっていつも思ってるんですけんかできないところにフォーカスしてそれをある子が言うのって、まあ、言っちゃえば簡単なんですけどなんかそこ また違う役割の例えば私だったら私じゃない人になってもらって私はなんかできていることとかやってくれていることに対してすごくなんか,なんか最大の感謝と承認をしたいなーとかって思ったりしてるんですよ。うん、そうです、ね、よくそういう、はい、なんか私はこういう役割だからとかあなたはこうだからみたいな、うん、なんかをそれぞれお互いに見てこうねと、うん、っていうような話をしながらやって。 その時々でそうやって立ち位置とか役割も変わるのでまあ本当今のこの BNA にしても会社組織にしても面白いよなとは思うんですけどね、うん、<laughs> これコンビニのね系とかでも全く同じことが言えるんじゃないかなとは思いますけど、うん、そうですねうん、うん、そうかいかにやっぱり組織って を形成されてる方達であればやっぱりその組織の中でそれぞれがどう動くことで最大の成果が生み出されるんだろうなっていうことはやっぱり常に気を配っておく必要がリーダーはあるのかなと思いますね。うん、まああの今のね承認って話がありましたけどもあのちょっと前に流行ったアドラーありますねアドラー心理学「はい、嫌われる勇気」とかいろんな方が売れましたけども。 はい。やっぱりアドラーにもですね、うん、あの、書いてあるんですよね。あの、承認を必要だということですね。うんうん、はい。あの、自分が変えられるということですね。書い,書いてあるんですね。まあ、どういうことかというと、あの、やっぱり、無視されて、誰にも褒められないとかですね。あの、 いうことじゃなくて、自分を認めてもらいたいということが、非常にその、えー。動く活力になるということなんですよね。うん。うん、なるほど。うん。な、それが結構勇気づけられるということになると。いうことだそうです。確かにうん。確かに。私がそれを体験しても、むちゃくちゃモチベーション上がります、ね。うん。うん。なんでしょうね。なんか。これ。 ちょっとまた話が変わるかもしれないんですけど、そのリーダーが自分たちのチームメンバーを承認する、賞賛するっていうことはよく言われるじゃないですか。うん、でも、そのチームメンバーがリーダーを承認するとか、賞賛するっていうことって、あんまり触れられてる場所少ないなと思うんですよ。確かにね、うんうん。でも実はリーダーだって、承認 された方がががモチベーションが上がるわけでで同じ人ですからねやっぱなんかそのリーダーとしてみんなが認めているとか承認しているとかなんかそういうのがお互いにやり取りでチームメンバーとリーダーの間であったらより組織ってやっぱ強くなるんだろうなって今なんか話を聞いてて改めて思いました。うんうん、そういうい承認、称賛されるリーダーダで あり続けたいいなと思います、ねまあ、あのー、結果的にリーダーにされるしリーダーってそのあ目立ってるところもあるんでそう言われる機会も多いんですけど、うんうん、現役時代のリーダーっていうのはどちらかというと批判される対象でもあるわけですよね。確かに、はいあの。よくも悪くもですけども。会社の社の長から ねえー、大統領から総理大臣からそうじゃないですかです、ね、賛成されしてる方もいるけど反対する人もいるわけ、はい、うまくいったら褒められるけど、えー、うまくいかなかったらそれ見たことかってなると、うん、そういうこと言われることも含めて、まあ、リーダーということが大事なんだろうなと思いますねね、うん、確かに、うん、メンタルが鍛えられます、ね、<laughs> だ大塚家具のね。 話あるじゃないですか親子のお父さんを追い出して娘さんがみたいな話の時にみんなよ世の中の世論はですね娘さんが社長になった方がうまくいくってみんな思ってたわけですよそうでした、うん、新しいやり方を取り入れないといけないみたいなね、うん、いうことだったわけですよ、はいはい、でお父さんの方は結構あの,あのち,ょちょっと厳しい口調だったりとか、うん、こんな娘は 育った方がないなみたいなことを言ってたりとかそれが有名になったりとかしてですねはいはいでなんかこう、えー、娘さんの方の社長さんの方が大塚家具うまくいくみたいな話になったけども結果どうなったかっていうとですね、うん、会社を追われる身になってしまったっていうことなんですよね確かに、はい、で後から見たらみんながそうやっぱりあの先代の社長すごかったと、うん、あのいろいろ改革したが失敗したよねみたいな話になるんですけどはい はい、だからまあリーダーってそういうもんですよね。確かにそれを含めてリーダーをやらないといけないと。そうですね。別にねなんかそのリーダーだって認められたいって思ってやってるわけではなくて本当にまあ会社だったら会社の将来のことを考えてやろうっていう人の方がまが圧倒的多数だと思うんですよ。どっちかっていうと。 なんか自分だけが見立とうとか自分が承認されたいって言ってやる人は大体失敗するなっていう印象があるんで,できっとまあその大塚家具さんの話もそうだったのかなと思うけどでもやっぱりそこでなんでしょうねちょっと私も細かいその原因はわからないけれども、まあ、その時の自流であったりとかもともとある強みだったりとかそういうコンセプトだったりとかっていうのをちょっとこう一新しすぎたというか。 急ぎすぎた部分もあったのかなっていう気はしていて最終的にやっぱりお父さんの方がやっぱりなんかもともとのコンセプトにもちろん近いわけででやっぱり私たちが目指してたのってこういう高級路線だったよねみたいな話で、まあ、結果今回その社長を降りるっていう話になったわけじゃないですかなんか良かれと思ってやっててもなんでしょうねそこで その自流とか、なんか今までのみんなの頑張りとか、いろんなものをもろもろ考えて進めなければ、改革ってうまくいかないのかもななんてちょっと思ったりしましたまああの、ね、私たち、中にいる人間じゃないので、そこはわからないところもあるんですけども、数字だけ見たらそういうことになってしまってますけど、もしかしたら、社内がすごく固まったり、まとまったり、うん、顧客満足度は上がってるかもしれないですよね。 それはわからないんですよね。そ,ねそれは後の、うん、後の時代になって、また分かってくることだろうと思いますし。はい。はい。あの時はこうでよかったと、結果として、これは良くなかったけど、これはよかったっていうことも結構あるわけですよね。うん。なんで、まあ、組織のリーダーのね、今のリーダー論的な話でいくと、やはりそれはあの勇気を持って決断をしてやっていくと。だから承認されるためにやるんじゃなくて、うん、お客様のためにやっていくという企業だったらですね。はい。あるいは組織だったら、えー、そこにいる、う 支えてくれてる、一緒にいるチームのメンバーのために、チームを勝たせる、はい、チームを勝利に導くということが大事ですから、その承認されたいがためにやるっていうのがでは、ちょっと厳しいのかなという、リーダーに向いてないのかなっていう感じかもしれませんね、スタンドプレーになってしまうということになりますね。そ何してねその、そのスタンスって自分に矢印が向いてますからね、そもそもね。そそうですそうでですすだからまあドラッグーのところの、ね、顧客って誰なのということですね。そうすると、うん えもしかしたら、えー、仲間、チームメンバーの発展のために、時にはそのチームメンバーから、ですねいや、今はそれが早いかもしれないとか、今はタイミングじゃないと思います、そんな厳しいこと言わないでくださいって言われるかもしれないけども、結果的にそのチームのためになるんであれば、リーダーは勇気を持って、断行しないといけないってこともあるかもしれないですね。そうですねいやー、いい経験をさせてもらってますよ、私も。うん うん、しやっぱり今その経営者会社であれば経営者とか、まあ、オーナーさんという立場を取って毎日やってらっしゃる方もおそらくそういう覚悟を持ってねやってらっしゃる方も多いと思うので、まあ、いま一度んでしょうね、まあ、今こうやってコロナが流行った後にまた経済活動が再開して今後どういう戦略を取っていくのかとか どういうふうにやっていくことが永続的に会社とかその組織を成長させることにつながるのかっていう見直しをするいい機会でもあるかなとは思っているのでなんかよりこの組織についてはもっともっと話せるなんか機会をいろんな人と作ってなんかより強い組織をみんなで目指していきたいなと思いますねはいありがとうございますはいありがとうございます コンビニ社労士安早やの「ウィークリーコンビニラジオ」あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください9884782沖縄ベタニアチャージ 数量が多い。字幕付きの映像で目に留まる浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど pr しませんか？お問い合わせは045-670-7640グスクマタウンビジョンまでギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店が。 ショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は 安心事前のご相談は葬儀社新化へ「ムービング・ムービング・ムービング・ムービング」引っ越しするならムービング・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 県内・県外・ムービング・お部屋の片付け荷物の預かりムービング・沖縄引っ越しセンター」「きみの心に溶けた手作り」 作る味噌シフォンケーキ八重洲の夢工房コンビニシャローーウィークリーコンビニラジオーさてウィークリーコンビニラジオもいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました本日の放送いかがだったでしょうかいやー私もですねついつい語りすぎてしまったなと思う部分もありましてで 英樹さんとの、ね、対談の中でもその BNI の話も出てきましたしやっぱりその関係を作っていく組織をうまく動かしていくっていうことへの難しさとやりがいも非常に毎日毎日もう実感する日々でございますですのでうん,なんか私がこの半年間、まあ、来年の3月までになんか大きく自分の動きによって大きく 成長できる、本当にいいチャンスをもらえているなっていうことを感じているので、もうちょっと日々進化していきたいなと思ってます。なんか、この10月からありえないぐらい、なんか、なんでしょう、脳がフル稼働しているような感覚なんですけど、これもまたね、今までやってこなかった動きなので、もう楽しんでやりますよ、これは。<laughs> ということをですね、あの、 やってきますので皆様もぜひ新型コロナウイルス関連でねなかなかあの例えば事業が思うようにいかないとかまあ昨日もある経営者さんと話をしていてその取引先との関係性が終わってしまってま新たな構築をしていく段階だけれどもまあそれがなかなかね 思うように進んでいないっていうことをお話しされている方もいて非常に今苦しい厳しい状況であることは間違いがないと思いますでもねただ言っているだけだと何も解決していかないのでもちろんあの有力な方に言って新たなヒントをもらうっていう意味ではとてもいいと思うんですけどやっぱり行動に移し続けててていいくことっっ大事ななのかなって思います皆さんもぜひあの後ろ向きなね気持ちだけではなくて もちろんそういうものも時には感じることもあると思いますが最終的にはよしこの状況を楽しく前向きに乗り切るぞっていうことを一緒に声をかけていきながらですねお互いになんかこの寒い秋冬を乗り越えていきましょう私も頑張りますぜひ皆さんも頑張っていきましょうということでウィークリーコンビニラジオ パーソナリティを私コンビニシャロー氏の安さやそして対談では K コンサルサンドの高橋秀樹さんにご登場いただきました来週もまたこの時間にお会いしましょう